すでに前半で、江崎先生、赤田先生、日本の防衛の問題、安全保障の問題についてもある程度 お話をされておりますが、さらにあの地域を的を絞ってですね、お話を伺えればというふうに思っております。で、私はあの朝鮮半島と中東についてちょっとお話をしたいと思います。今あの朝鮮半島はですね、非常にあの文在寅政権とそれに反対する右派勢力がもう激突して、まあ、内乱状態になります。で、その中で、アメリカと北朝鮮が核を縮小させるための交渉をされているわけですけれども、まあ、アメリカのトランプ大統領のあれを見てみますと、もうアメリカにとんでもないやつはあの出なければ、まあ、あの認めてもいいかなというような、そういうスタンスでですね、それはそのまま日本の脅威としていくわけです。それから中東であのこの間ホルムズ海峡でタンカーがやられましたけれども、その時にトランプさんは自分の船は自分で守れよというふうに言ってますね。この2つ取ってみてもですね、今やアメリカ頼みではいかなくなったよという証明なんですよね。朝鮮半島も中東も自分のことは自分でちゃんと自分のことはやれよというメッセージだと思います。まあ後で平井先生の方からその話は あろうかと思いますが、まあ、私はあの、まあ、江崎先生、渡辺先生のように、まあ、長官図、対処交渉から見た話ではなくてですね、まあ、あの虫の目でですね、自分が体験したことから、まあ、あのどうなんだという話をさせていただきたいと思っています。で、朝鮮の問題にあたってですね、私3人の人をちょっと紹介したいと思います。1人は中東とアブダビでですね、あの勤務したあの外国官の方、その2人であの中東でアラビア語を一緒に勉強した仲間なんですが、まあ、日本 あの大使館の総務部長で来られたりして、あの交流があったんですね。で、まあ、彼の話の中でですね、日本はなぜ朝鮮半島 あの日韓あの合併ではなくて、独立をさせなかったのかという一つの質問がありました。で、私はその合併をあのさせようと思っても、あなたにその力がありましたか。日本は明治維新の時に、パクはフランス、薩長は、まあ、イギリスの支援を受けながらですね、ひょっとすると外国の支配にあの入ってしまうかもしれないという中で、日本の国を守るためにということで、その辺はアメリカ、あのヨーロッパの勢力を利用しながらですね、いわゆる天皇を中心とする統一国家を作っていったわけですね。で、かたや朝鮮はどうですかと、もうあの支那の属国になっててですね、でその独立をさせた日清戦争がもうロシアとあのドイツとフランスの三国干渉があった途端にですね、あの構想の皇帝はあそこに行ったじゃないですか、ロシアの方にですね。で、そういうあの時代主義の外交があなた方の独立をできなかったんですよと言うとですね、彼はもうそこで、うん、納得するんですよね。それから差別があったじゃないかと言いますね。で、差別、あなたあの外交官で頭良かったでしょうと、あなた勉強できなかったから寂しませんでしたか、ちょっと 俺より下だなと、ちょっとあの無視するようなことしませんでしたか。人間はね、もうその差別というのはもうそこら辺にはあって あるんですよ。当時日本はもう一足先に近代化しましたから、日本人にとって朝鮮の人はそういうふうに劣った人というふうに見たと思いますよ。私は思いますけども、それはその差別っていうよりも、自分たちがこうであってはいけないということで奮起するものにしなきゃダメなんじゃないですかと、いつまでも差別された、差別されたじゃなくて、差別されないようにしようというふうにはどうしてならないんですかというところにもたまっちゃう。それから朝鮮半島、北と南をね、統一しようとすると、日本はそんなのはあのけしからんという言うからですね、北と南が一緒になったら強大な反日軍事大国できるじゃないですか、日本がそれでいいねって言うと思いますかと言うと、それもそうだなと言うんですよね。で、その人は、私初めてそういう話を聞いたって言って、それから佐藤さんいろいろ話聞かせてくれって、だいぶ焼肉ご馳走になりましたけどもそういう知らないんですよ。彼らも優秀なエリートですよ。エリートですけども、日本側のきちっとした反応を聞いてないんですよ。で、日本政府もそれは、日本政府の左側の教育を受けてましたから、ごめんなさい、ごめんなさいって言いましたけど、なんで堂々と反論できなかったんだろうなと
話は一つ思います。それから私が4分のパネル展をやった時にですね、 KBS というその韓国の放送記者が取材に来ました。私の記者には必ず電話番号書いてありますので、電話から来てまず聞いた質問がですね、佐藤さんお金どこから出てるんですかですよ。もう彼らの活動は全部どこかからお金食うんですよ。まずその質問で、ああなるほどなと思います。私は全部自腹でしていて、で、あなた儒教の国だからね、うちの、まあ、親父がね、あの酒飲んでぐうたらでも親父の文句言われたらね、親父の文句、俺の文句は言っていいけど親父の文句言ったら許さんぞって言わないですかって、ましてや我々のために戦って亡くなった英霊に対して聖堂礼だとか強制とかやってみないことやったら怒るの当たり前でしょって言ったら黙っちゃいますよ。それからもう一つ、来大藩の話をもう、まあ、あなた方はどうなんですかって言うと、これも黙っちゃう。で、ヤオパネテで取材をさせました。全部どうぞと、あの絶対邪魔しませんからって、当時松木邦俊さんがですね講師でいて、で松木さんも一生懸命インタビューでやったんですね。で、終わった後のあの作ったあれを見せてもらいますけど、それは見せられませんって言うんです。要はメディアは完全にもうできないんですよ、真実の報道は。それで、まあでもね、東京からソウルに、まあ、栄転で行くにあたって非常に気持ちのいい取材をさせていただいたから、佐藤さんぜひ遊びに来てくださいって言って、そう言ったんですよ。だから慰安婦の問題でも彼は言い分はですね、ライダーさんの持ち出すと、まあ、女性の人権はこれは幅広く検討しないかというようなことを言い換えて、まあ、逃げたわけですけども、まあ、この間私 3.1 の、独立権利の抗日施設のあれで行きました。それでね、その 3.1 の抗日施設で何があれかというと、8月15日航空施設という、それにとって韓国にとっては自由韓国の、まあ、独立した時ですよね。それを称えるんじゃなくて 3.1 ちょうど100年、1919年ですから100年経ってるんです。日本が国連で人権宣言を経ってからちょうど100年ですよね。その後独立運動が起こるわけですが、その独立運動を起こしたのは本来の、まあ、独立のあれなんだというふうに、もう文在寅政権になってからガラリと変えたわけです。これどういうことかというと、それまでは北朝鮮は共産主義の赤の敵なんです。 3.1 で100年前の話すると反日同士の仲間となるわけですよ。これ全部文在寅政権はそういうシナリオ通りやってますね。もう日本を反日のいろんなね、消費者権だとか何とかいろいろありますよ。全て計算通りで日本にワイワイとやって、日本の反日ムード、喧嘩ムードを煽ってですね、もうそうするとですね、どんどん韓国は北に寄っていくわけですよ、ね、で、ソウルで産経新聞の黒田勝弘さんっていうの編集員の方が、後輩の方が俺と話したんですが、 15% の左と 15% の右は確実なんだけど、あとの7割はもうグレーゾーンだって言うんですよね。で、その人がどこに行くかっていうことが非常に重要で、日本がこの時に変な動きを喧嘩でバン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 叩けばですね、このグレーゾーンは左に行ってしまうと、これだけは本当に心配だというふうにおっしゃってました。で、今まさにね、日本はその通りになってます。まあ、安倍政権もね、河野さんもね、非常にね、きちっと物を言うようになった。言うんだったらもっと私に、ね、先に言えよと、 今ね言うってことは北に行くってことなんですよということがね、よく分かってないんじゃないかなと私は思うんです。で、我々の政治でですね、味方を敵にやるというのは、まあ、戦国時代でもそうですけど、味方を敵にだったらもうこっちがマイナスになって向こうがプラスになるわけですから、もう安全の戦略関係には軍のこっちですよね。それを一生懸命今やってるんですよ、日本は。それで今韓国では内乱状態と言いましたけども、保守派の人がものすごく戦っているんです。その人を支援しないで、もう韓国がけしからーんっていうことばかり言えばですね、今一生懸命歴史でもこれはおかしいというような学者さんがいっぱい出てきてますけど、その人を見下ろしにすることになるんですよ。なんでそういうせっかくの立ち上がったものに対してちゃんとしたアクセスをしないのかと私は思うんですね、朝鮮問題については。まあ、それからまあ、だからね、朝鮮問題についてはもう韓国は完全にもう北に行くために全て手を打ってる。そのシナリオ、経済がガタガタになってもいいんですよ。ガタガタになったから北に行くの世界ですから。で、まあ、
この間先ほどチェチェン省の話しましたけど、完全に韓国の人のほとんどの工作員がチェチェン省の中にもうどっぷり染まって洗脳されてきてるんですね。ですからこれは本当日本はこれを起こるほどもう目標の災害ですからね、本当にこの対応は間違っていけないと私は思います。それから実は韓国の軍人でサイ・サイデンさんという人がですね、おられて、日本の軍事教育を受けて朝鮮戦争でも戦って、空軍大佐と言われた方なんですが、その方は韓国の現状を本当に憂いておられてですね、あの人はもう本当の愛国者ですよ。それで日韓併合こそ一番幸せな時代だったと、本当に日本もう一回日韓併合してくれってその人は言うんですけども、日本人はもうこれぐらいだとは思いますけども、でも韓国の国というのはそうでもしなきゃまとまらないと思うんです。だから私はそれを良し悪しは要検討だとは思いますけども、韓国はそこまで来てる、もうこのままで来ると完全に北に飲み込まれる、もう全て中央からありとあらゆるところの人権が握られて、よく韓国はクーデーターやりましたけど、そのクーデーターがやれるのかといったら、実際にはもうクーデーターをやりそうな人物は全部人事でやられて、そういう人間は本当にないと、もう侍がいなくなったというようなことを蔡先生はおっしゃっています。非常に朝鮮半島厳しいということです。それから中東のことですけども、私も中東で一人アメリカの軍人さんがですね、もうイライラ戦争でタンカーやられてて、なんで日本の自衛隊はタンカー守らないのかと、日本の赤軍派は本当に大事かとかって言ってましたけども、私はこれできないのはマッカーサーがね、憲法を押し付けたからですけど、軍人の人はそれ知らないんですよ。あ、そうなのかというそういう状態なんですよ。で、私はそれで逃げられるんですけど、でもね、それを今まで吉田茂とか使ってきた手なんですよ。朝鮮戦争でもう憲法があるから、経済が不幸の重視だからです。逃げて今まで来たんですよね。今私はもう一番先に言ったように、アメリカはお前の自分のことは自分でやれと言ってますので、もうそういう時代ではなくなったということの認識をすべきだというふうに思います。それから私、イスラエルに行った時にですね、日本人だということで徹底的に調べられたんです。なんでだろうと思ったら、岡本公三ですよ。テルアビブ感謝で。だから徹底的に日本人だからって調べられるんですね。で、アラブ行くとですね、岡本公三はヒーローです。いわゆるその乱射事件で、まさに岡本は命を懸けてアラブのために戦ってくれたんですから。日本のね、岡本公三はですね、アラブの親日の感情をこう書き立ててるんですよ。皮肉なもんでしょ、テロリストが日本アラブの日本親日館を作ってるんですね。だからこういうのをね、意外とこういろんな世の中っていうのはね、いろんな見方をすると、あ、そうなんだということがあるんですよ。テルアビブ事件っていうのはそういった効果を もたらしているってことだけは、知っておいていただきたいと思います。で、イスラム教とキリスト教のもう文明の対立がありますので、日本のような多神教の役割、果たす役割が非常に大きいと思いますので、私はもう中東で戦争を起こすのはやっぱりトランプさんはあまりしたくないような感じなんで非常にいいと思います。中東で戦争を起こったらもう日本終わりですよ。だから中東で戦争を起こさないように、あるいは朝鮮半島で戦争を起こさないようにどうするかということを一生懸命我々政治的に使ってやらないかなんですけども、なんか今一応私はそれができてないような気がしてなりません。アメリカはですね、ガンガンイランに対して行くでしょうけども、やっぱり日本はその辺のところをうまく調整役としてですね、やってほしいなと思います。私がちょうど行った時には安倍晋三先生さんのお父さんの安倍晋太郎さんが来られてね、中東外交を日本はやるんだと言って一生懸命頑張っておられました。で、私はその安倍晋三さんは安倍晋太郎さんのお父さんの一緒についてそういうことをやられようとはしていると思います。中東外交は非常に重要ですので、朝鮮半島中東、しっかりやっていただきたいなというふうに思います。以上、以上、お願いします。